今回の裏技は、洋物の落ち物パズルゲーム、クラックス、です。クラックス、ウェイブ。通常の一面はこんな感じで、初期段階でタイルは積まれておらず、タイルの色も3色のみです。タイトル画面で、左上と ABC ボタンを同時押ししながら、スタートボタンを押してゲームを始めると、難易度が格段に上がるモードになります。初期段階でタイルが半分くらい積まれていて、タイルの色数も多くなります。レーン上に同時に出現するタイルは、10個までなので、10個のタイルを同一レーンに集めると、延々と弾き返して点数を稼ぐことができます。ただしご覧のように、得られる点数は微々たるもので、労力に見合うとはとても言えません。6面と11面には、シークレットワープのヒントが出てますが、ビッグ X というのは、タイルを両斜めにクロスさせるように、配置することです。3つ並べると消えてしまうので、真ん中のタイルを最後に置くようにします。オレンジ色のタイルがビッグ X の配置です。点滅しているタイルはワイルドタイルで、どの色としても使えることができます。Very good. Clock's、一気に56面までワープしました。ちなみに全部で100面あります。